なんで恨みそんな。次回のしくじり先生は、優勝したのに売れていないしくじりチャンピオンが大集結。進路で悩みを抱えている生徒のために熱血社員会議。僕優勝した年、はい、学園祭ゼロですよ。お笑い大会で優勝したのに進路でしくじってしまった理由とは。トークももともと性格上そういう苦手なんですよ。この発言にシソンヌ君が、正直本当のこと言うと二択はないです。カモメンタル先生、痛恨のしくじりとは。チャンピオンロードの先は一本道ではないと、ね、チャンピオンならではの深いしくじりも聞けちゃいます。もう俺たちももうやばいやばいと思った時期あった。もう最近はね、ああやばかったって思った。しくじり先生職員会議、3月19日木曜夜0時15分から。僕らみたいにしくじってるとね、そんな心配全然ないですから。